barely left the house before the day started breaking. You make it to the train, but then you hear it's running late. $1,000 a month to keep your pillow off the pavement. When's it gonna work? When's it gonna break? もう春かと思ったのに天気やばい。Day 2です。映画学の課題をやってます。マイケル・スノーの波長っていう映画にフォーカスしたアバンギャルド映画についてのエッセイを書いてます。調べ物と読み物が多くて、この課題が存在しないと思ってちょっと最近生きてたんですけど、さすがに期限がね着々と迫ってきてるので書き始めた次第です。作業するときとか食べるときとかもそうなんですけど、私めっちゃ飲み物飲むんですよ。なのでこの日もティム・ホントンの2ドルのアイスコーヒーを飲んでます。砂糖はいつも少なめで頼んでます。私ミルクとかクリームとか少しの砂糖が入っていると飲めるんですけど、ブラックはまだ飲めなくて、だからボロボロのみんなでカフェに行くときとかブラックを飲むキリとか泡に憧れながら、私は大体モカを飲んでます。I should have known from the
外食が多めだった1週間って最初言ってたと思うんですけど、同じくらい課題の期限も多かった1週間でした。グループワークの課題が立て続けに2個もあって、しかもどっちもプレゼンと最終的な成績の割合が大きめの課題だったんで、自分の立てた予定とのバランスがめっちゃ大変でした。でも今年の初めに立てた2024年の目標がメリハリをつけることと文武両道をうまくこなすっていう2つだったんで、まあ、それに少し貢献できたかなと思います。登録といいねお願いします。